はい、どうも僕です。さあということで今回もモンバとやっていきましょう。ということで本日は事後フラッシュを3人で使っていきたいと思います。ということでこのゲームですね、事後フラッシュという技が存在するんですけど、この事後フラッシュが何かというと、まあ普通に光属性の呪文ダメージプラス、たまにマヌーサをかけることができると。これが結構強いと思っていて、物理相手だったら、まず魔法で大ダメージを与えつつ、さらに、マヌーサをかけることによって攻撃が当たりにくくなるんで、全員でやれば、多分高確率で1人2人はマヌーサにかけられるんじゃないかなと。まあそれができれば、まあ生存もできるようになるんで、まあマヌーサにして攻撃を、回避しつつダメージを蓄積していくということを今回は狙っていきたいと思います。で、今回使っていく事後フラッシュなんですけど、普通ね、メラ系だったりとかヒャド系だったりそういうのは同じ呪文を使うと、まあ必殺技になってしまうという感じなんですが、今回の事後フラッシュに関しては別に必殺技になることもないと。なので全員事後フラッシュを使っても普通に攻撃ができるという、これ結構ね、まあ、強いのかはわからないけど、まあ、3人使えるっていうのは結局マヌーサになる可能性が上がるんで、かなりいいんじゃないかなと個人的には思っております。それじゃあ早速やっていきましょう。さあまずは大輝に関しては、まあ、会心だったらさすがにあのメンバー変えるかもしんないんだけど、まあ、会心必中パーティー以外だった場合は物理系がほとんどなんで、まあ、おそらくマヌーサがぶっ刺さるであろうと。まあ、一人くらいなんかね、物理じゃないやつを結局大輝も入れてくるんだけど、例えばデスゴーン入れて事後フラッシュ使えるみたいなあるんだけど、会心はやめようよ。いいね。あ、いい、素晴らしい。あ、こういうのを求めてたのよ。まあ、デスゴン自体も事後フラッシュ使う場合はあるけど、事後フラッシュじゃない時もあるんで、いや、事後フラッシュ、ミラーになるのか、そう考えると、いいね。ただこっちはね、事後フラッシュ1人ではなく3人使えるんで、格の違いを見せてやるよ。ちなみに今回使っていく武器に関しては、事後フラッシュが使える光の杖なんだけど、マスターダブルスキャンでドラゴンの杖を装備しているんで、これでも多分賢さがかなり上がっていると思うし、あと、賢者の服、これに関しても賢さが上がる装備品なんで、かなりね、ダメージが出るんじゃないか。賢者のローブか。これ結構強いと思うよ。しかも賢さ300でしょ。めちゃめちゃ高いな。残りの2人はね、正直そんなに高くなくて、60くらいなんだけど、全員事後フラッシュを使うことができると。いやー、全事後フラッシュは圧巻だね。でもこれ物理相手だったら結構強いと思うんだよ。まあ、魔法、まあ、そうだよな。だって相手賢さ低いから、多少こっちの賢さが低くても、ダメージは正直出ると思う。そして事後フラッシュを3人で使おうとも、もちろん事後フラッシュの必殺技が発動することはない。なんだ？なんだっけ？あー、となるとマヌーサが効くね。こちらが先手を取ることができればマヌーサが輝くが、どうだ、先に行動できる。でかい、これはでかい。事後フラッシュ行こう。さあ、まず一発目、事後フラッシュ。悪くないよ。悪くない、むしろいい。なんだったらいいや、そっちか。まあでもギガンテスには先に行動してほしいかな。マヌーサかけたいからさあ。ただここは単体攻撃なんでそんなに効かない。オッケーオッケーオッケー。まあ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 全体よりマシでしょう。そして、お、いいね。行こう。事後フラッシュ2発目。事後フラッシュ、同じことやってる。素晴らしい。え、待って、やばくない？え？ 500 点ダメージ与えてんだけど、え、やば。さらに事後フラッシュ、マイクマンがサボってる。毎回同じことしか言ってない。目を開けていられない。素晴らしい。いや、これほんと最高だよ。この光景が見たかった。どうだ、よし、オッケー。これこれこれ、まあ、絶対に、あー、そうなるか。まあ、ね、こっち事後フラッシュなんで、事後フラッシュやられても関係ないんだよな。なんだったらこっちは賢さ高いんでそんなに効かないね。え、あ、そっか、物理関係ないのか。ああ、びっくりした。ああ、そうかそうかそうか。あれだよね。稲妻雷光山とかだと、物理しか発動しないけど、そっか。ロトの紋章と、精霊の、なんたらみたいな。あれは、魔法とかでも発動するんだよね。さあ、メタル切り。痛いなー。守りが低いからな。でも、やめてー。いやー、頼む。ガード。まあまあ無理だよね。ダメージがでかい。ただダメージがでかすぎる。頼むぞ。事後フラッシュ、とりあえずマヌーサにかけてくれ。頼む、素晴らしい。
お、この感じは最高だよ。デスゴン、あーまあいっか。デスゴンが先に行動してくれたのは嬉しかったけど。さあ、ジゴフラッシュ、あとは真ん中の主人公、お前も状態順できた嬉しいが、目を開けていられない。もう、デスゴンさんは目が失明してしまってるよ。このレベルはさすがに。ジゴフラッシュ行こう。これで、どうだ？まあでもいい、ダメージがでかい。もうデスゴンさんが、デスゴンさんの目が終わっちゃった。あれが素晴らしい。頼むぞ。3回までの戦になったんだから。これはもう当たんないでしょ。オーケーイ。残り HP を考えるとまだ大丈夫だな。いや。いや。ビッグワン使っちゃうか。あ？まあ、関係ないのよ。正直関係ないけど、やるだけやるか。正直もうこのターンでダメージ、削り切れるんで、いけると、あ、でも、つばずりのせいで削り切れない可能性あるか。まあ、勝ったんでどっちでも関係ないんだけどね。勝ったから関係ないけど、オッケーオッケーオッケー。ビッグバンで、ジゴフラッシュちゃんと使ってくれれば多分いけるし、まあ、ギガンテス自体がそもそも守り弱いんで、まあ、物理攻撃でも最悪なんとかなるとは思う。まあ、でもどっちが良かったんだろう。まあ、でも行って良かったか。オッケー、ジゴフラッシュこれでかい。やっちゃえ、日産やっちゃえ、おらどうだ、いけ、全員なれ、おおお、大輝もなるんだ、そして。うわ、そっち、まあまあでも関係ないのよ。倍切ると。我々にとって一番嬉しい行動してくれた。さあ、これだったら、ハリケーン本も当たりません。うん、こっちは普通に攻撃します。あ、ジゴフラッシュ勝ち。オッケー勝ち。ジゴフラッシュは回避されることがないから、終わりだ。最強！いや、めちゃめちゃ強いジゴフラッシュパーティー。え、こんな強かったんだ。さあ、次は、リュータとやっていこう。まあ、マヌーサが輝く試合は結構ありそうな気がするよ。基本的にやっぱり、魔法以外だったら、マヌーサって結構効くんで、例えばドラゴンが相手でも、まあ、ブレスがマヌーサによって回避できる可能性もあるし、ギズモがいようとも、ギズモの攻撃を回避できる可能性あるんで、まあ、デインとかあるけどね。だから、何来ても基本大丈夫だけど、オッケー、これ一番嬉しいかもしんない。いいね。雨かける竜の剣銀勝てた本物だよ。そこ狙いたいね。まあ、今回ね、主人公の装備品に賢者のローブを採用したのも、結局相手にマヌーサかけることができれば、物理ダメージを食らわないんで、だからまあ、そう考えた守りよりも攻撃力が上がる、何、賢さが上がる、賢者のローブの方がいいんじゃないかなと思ったんで、やっぱりね、そういうシナジーがあるのは強いよね。だからこそさっき500点ダメージとかも普通に出ていたし。さあ、まずこれは、でも、死神貴族は耐久あるからね。うん、全然大丈夫、全然大丈夫。さあ、そして、死神貴族やっぱ強いんだよね。まあ、どっちつかずな感じ、器用貧乏とも言えるけど、耐久もあるし、火力もまあまあ出るし、メタルハンターが目を開けてやる。まあでも、メタルハンター行動しちゃったか。うわ、それ、うわ、もう、噛み合わない。全てが噛み合ってない。くっそー。しかもそこ行くなってやばい。500点こっちも出されてる。まあ、こっちが500点出して相手も500点出すんだったら、まあ、かろうじて許せるけど。いや、そこやめて本当に。うわ、きつー。それきつすぎる。頼むぞ。ジゴフラッシュ。とりあえず、マヌーサにかけて当たらないようにしておきたい。頼む。頼む。頼む。まあ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 、一旦な。そしてジゴフラッシュ。ここよ、問題は。さっきよりもダメージ食らってないな。こう見ると、やっぱり。まあまあまあ悪くないけどね。素晴らしい。これでかい。おたけびしないってくれた方が嬉しいな。おい、しないでくれって。まあしてもいいけどね、別に。やだ、怖い。うわ、それきつー。それもマヌーサの意味がない。マヌーサメタ。マヌーサメタされてます。これはな、メタルハンターは先に行動すると思うけど、なんだ？あー、まあやるか、とりあえず。まあ、とどめで勝つ予定はないけど、ただ相手にとどめされたんでどうだもんな。嘘、勝てた。結構なめっぷしたんだけど。あ、勝てたんだ、よかった。ヌンチャクとか落としちゃって終わったなって思ったんだけどさ。これはでも全体なんで回避できる。君マヌーサ本音語って、テールアタックも、マヌーサ全然、関係ない。全然マヌーサ、全然マヌーサかかってた。最悪だよ。おい、ほんと最悪すぎる。終わってるわ、ジゴフラッシュ。くっ
そー、なんでこんな噛み合わないんだ。まあまあまあそうだけど、でもそういう時お前竜の雄たけびすんだよな。そして動けないしな、こっちもやばいな、これ本当に普通にまずい、普通にまずいぞ。いやでももう一応もう最終手段として惑いの息というものがあって、あの惑いの息で混乱するさせることによって、なんだ今度は、今度はなんだ、やめてくれよ本当に。え、終わったんじゃねこれ。いやまあ事後フラッシュでワンチャンか。これ以上やめて、これ以上やめてよ、どうしてこんなことができるんだ。いやーいやーいや、まだドラゴンはでも当たらないと信じて、あと自己フラッシュ連打かな。あー、まどろみ一応やっといた方が良かったか、こうなるんだったら。1ターンちょっと、もう1ターン猶予あるかなって思っちゃったけど、うわ、やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ。お前本当に終わってるな、人として。くぅ、くっそ。苦しい。よし、返しろよ、頼むよ。よしよしよし、一旦な。やっと自己フラッシュの良さ出た。どうする、これはでも、どうすることもできないか、もうマヌーサかけるしかないな。頼むぞ、全員に当てろ。まあまあまあ、どうする、グラネビュラと足りないもんな。ジゴフラッシュで残りの二人をマヌーサにかけられたら、ワンチャンを見越すことはできる。さあどうだ、これは終わった。これは終わった、臭い。これはもうね、天使の歌歌って、で、まどろみの息だっけ、あれを使ってくれることを祈るのが一番かな。うわ、ランダムなっちゃうか。自分で選びたかったな。うわ、そうなるんだったら、やっぱ一ターン早く動くべきだった。行動するべきだったかな。一旦な。オッケー、まあ、どうでもいい。んなことはどうだっていいよ。はい、もうこれでやられちゃいます。でもやばいな。これワンチャンさ。いや、これ500で足りるか、いや、ギリ足りるか。ファイナルブローでだったらまあギリ足りるけど。甘かけるだとやばい。もうお前はなんでそういうことができんのねえ。おー、よかった。マヌーサかかってるときになんでそういうことするかな。いや、本当に噛み合ってなさすぎる。なんだこの不運。やめてくれよ。なんでそこ当たるの。せめてマヌーサにかかった後に行動してくれよ。何もさせてくれない。舐めやがって。このままじゃ終われないぞ、リュータ。お前だけは絶対に許さない。何でくれ、さっきと同じか、さっきとちょっと違うけど、まあ大体一緒。レックスも2回行動だし、ドラゴンいるし、ギズモがちょっとめんどくさいくらいか。正直さっきより強いのか弱いのかよくわからないけど、まあどっちという、どっちとも捉えられるな、側面的には。HP とか減ってるから、削り切るという側面で考えれば、事後フラッシュでゴリ押しできる可能性はある。で、あと、万が一またさっきみたいなことになったら、もうちょっと早く、まどろみを使う選択をした方がいいなということに気づかされたんで、なんだっけ、なんだ、そうだよな。お前そもそも勇気ゲージ溜めるタイプだもんな。そうだよな。はやぶさ使って、うん、これめんどくさいんで、普通に。まあ、こうなったら、いやもうやめてよ、もう本当に。マヌーサを、まあでもまあ1ターン目だからしょうがないか。マヌーサそう、もう、本当に、なんでこんな噛み合わないかな。不運が過ぎるって、なあ、やめてくれって、は ?318? え ?2 回目で2回目で318でいいわ。あ、308。あ、結構効く。結構効くね。あ、なんか、まあまあ、そんなもんか。自己フラッシュ。やってやれよ。マヌーサかけちゃえば、ランナモンライはないんだからね。さあ、どうだ、目を開けていられます。余裕で目を開けている。パッチパチ。目がクリクリです。さあ、頼む。自己フラッシュ。あ、でも結構効いてるダメージは。ただ、マヌーサには全くかからない。テールアタック。くそ。まだ1ターン目だ。抑えろ。まだ1段目だ。どうする、いや、もう、まどろみするべきか、いや、つばぜり次使うか。次つば、一応見よう。あー、でも聞いてないって言ってもんな。つばぜりするか。しょうがない。いや、ほんと相手がつばぜりしてくれたら一番嬉しかったんだけど、ワンチャンしない可能性あったから、自分からやるしかなかったな。しかも相手の方が多分勇気溜まってるけど、あ、でもこれ結構いいんじゃない、ラッキー、勝ててゆく、オッケー、よかった、絶対負けたと思った。
案外勝てるもんだね。ただ素晴らしい事後フラッシュ、ここは事後フラッシュやってくれた方が嬉しいな。 OK、 あとはマヌーサにどれだけ、よし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 、一人でもかかってくれたら十分、さっきよりはかかってないけど OK。 しかもちゃんと回避してよ、ただその代わりよし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 、でかすぎる。やっぱり3、4人、2人、3人とかがマヌーサにかかって1人その当てちゃうとかだったら別にこっちもね心の余裕があるからいいけど、素晴らしい、これいけるぞ。噛み合ってないと思ったけど今回意外といけてる。デイン、しかもデインだったら死に込めて、よしよし、そこだったらもう賢さプロフェッショナルですかこっち。オッケー、まどろみ使う必要性ないと見た。まあ、事後フラッシュじゃなくてもいい可能性は正直あったけど、まあいいか。このターン生き残ることができればビッグバンで終わるんで、OK。さあ、どんだけ来ても、ちょっと痛くないか。でも大丈夫だ。マヌーサ、あ、しかも一回行動だった。よかったよかった。さあ、事後フラッシュであとはもうマヌーサにかけちゃえば、生存率も上がる。どうだ？デュータ、まあまあまあ、いっか。デュータ、まあ、今更感はすごいけど、まあいいよ。デイン、オッケーオッケー。デインは誰だ？よしよし、そこ吸収してくれた。マジでかい。あとはマヌーサにかけられれば、ドラゴンマヌーサにかけられれば、もう、言うことはない。さあ、これで姉妹手だ。オッケー、357。お、舐めプしちゃう？舐めプしちゃう？は、あ、激しい方の来た。これは火力、あ、そっか、おたき火じゃないのか、よく考えたら。はいはいはい。ダメージは、ナイスガード！ブレスニア、こっちもね、耐性持ってるんですよ。そして最後の事後フラッシュ。これ、ちょ、ナメプしたい気持ちがすごい出てきた、どうしよう。控え、ちょ、待って。あのさ、星フルで扱うっていうナメプしてもいいかな？いや、ナメプしちゃおう。ナメプシアいけるって、大丈夫？ 680 じゃん、なんかこっち。しかも相手2人マヌーサかかってるから、誰か1人でも先に行動万が一されても大丈夫。 OK、 大丈夫、みんな安心して、見せてやるからこいつらの強さ。さあ行こうぜ、事後フラッシュ、こいつでとどめだ。 SP なんかで終わらせない、おら OK。 しかも HP 的にはぴったりされるくらいかな。 OKOK、 よかった、リベンジできて。事後フラッシュがうまく噛み合えば強いんだよ。さっきマヌーサかからなさすぎていたっていうのと、あと2回行動する強いやつに1回もマヌーサかからないっていう、この2つがあったから勝てなかったけど、あとまあ今回見せられなかったけど、万が一の時はまどろみの息でまあなんとかすることもできるんで、まあそれもね、うん、見せたかったけど、まあ勝ててよかったわ。